皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、世界の終わりから。監督と脚本は、桐谷和明。主な出演は、伊藤葵、舞熊克也、朝比奈彩、など。事故で親を亡くした高校生の花は、学校でも自分の居場所を見つけられず、生きる希望を見出せない日々を送っていた。ある日花の前に政府の特別機関を名乗る男が現れ、男から自分の見た夢を教えてほしいと頼まれる。というストーリー。アイディアと意気込みは買うし、ビジュアル面での色の使い方や編集は良かった。ただ中盤はあっちこっちに飛びすぎるだけでなく、話がなかなか進まない。終盤の伏線回収の中身は悪くなくて、かなり挽回しているが、展開がグダグダな印象で胸クソ悪く、メロドラマにはまれるかがポイント。ということで、評価は、Thumbs down.